ゆるく楽しむプログラミングと電子工作。アルドゥイーノ UNO の新型 R4 ミニマを買ってみましたので、アルドゥイーノ UNO R3 との違い、非互換部分を紹介します。まだわからないことが多いので、大きな違いだけになります。基板外形とピン配置は R3 と同じです。ビルトイン LED も R3 と同じ13番ピンに割り当てられています。 USB コネクタはスタンダード B から Type-C に変更されています。裏面のハート型のランドは静電容量センサーになっているようです。ちなみに使い方は分かりませんでした。ピン配置を見ると A0 はダックになっています。 A1、A2、A3 はオペアンプになっていますが、これも使い方が分かりませんでした。スペック表で比較するとこんな感じで、メモリ容量が大幅に増加しています。速度は単純なクロック比では測れませんが、大幅に向上していることがうかがえます。アルドゥイーノ UNO R4 は公式のマイコンボードなので、普通にボードマネージャーから R4 で検索すればボードパッケージが見つかります。これをインストールするとアルドゥイーノ UNO R4 ミニマが選択できるようになります。通常はアルドゥイーノ UNO R3 と同じようにコムポートに接続しますが、 PC がアルドゥイーノ UNO R4 を認識しなくなった場合にリセットボタンをダブルクリックすると DFU モードになります。 DFU モードになるとこのように LED がゆっくりと点滅し、コムポートではなく DFU ポートに接続します。現状アルドゥイーノ UNO R4 のブートローダーはアルドゥイーノ AS ISP では書き込むことができません。コムポートで接続できなくなった場合にブートローダーを上書きして強制的に初期化する手段が取れませんので、いざという時のために DFU モードを使えるようにしておいた方が良いです。私としてはバージョン 1.8 の方が使いやすいのですが、 DFU モードに対応しているバージョン 2.1 も使えるようにしておいた方が良いと思います。アルドゥイーノ UNO R4 は出たばかりとは思えないほど充実したドキュメントが用意されています。 DAC、ADC、RTC、HID の説明もアルドゥイーノの公式サイトに記載されています。ADC は解像度が10ビット、12ビット、14ビットの3段階に設定できるようになりました。A0 ピンが DAC になっています。PWM 出力が可能なピンは R3 と同じです。PWM 出力は方形波を出力して電力量を変化させますが、電圧は変わりません。一方、DAC は電圧を変えることができます。わかりやすい例として、コンパレータを使用したバー LED ドライバの操作があります。このドライバは入力電圧に応じて点灯する LED の数を変えるので、 PWM 出力では操作できません。 PWM 出力では電圧は 0V か VDD になるため、すべての LED が点灯して明るさが変わる動作をします。 DAC を使用すると出力電圧に応じて点灯する LED の数が変わります。ちなみにバー LED の向きが逆ですが、正しい向きに修正しようとすると配線が非常に面倒になるため逆向きのままにしています。 RTC はいわゆる時計ですが、バックアップ電源がないため電源を切ると時刻設定も消えてしまいます。アラーム設定やタイマー割り込みが簡単に使えるので使い道はあります。ちなみに現在アルドゥイーノ公式サイトに掲載されているタイマー割り込みのサンプルは初期化処理が抜けていて、そのままでは動きません。最初にセービングタイマーアクティブを設定しないと割り込みが発生しません。すぐに修正されると思いますが、気づかないと動作しない理由に悩むかもしれません。HID はアルドゥイーノ UNO R4 をキーボードやマウスとして PC に認識させる機能です。コマンド入力キーボードやマウスジグラーなどを作ることができます。
アルドゥイーノ IDE を使用している限り、アルドゥイーノ UNO R3 との互換性はかなり高いレベルで保たれていると思います。ですが、コントローラの系譜が異なるため、互換性のない部分も存在します。R3 は16ビットマイコンですが、R4 は32ビットマイコンであるため、イント型変数のサイズが異なります。C++ 言語のイント型は、レジスタのサイズと等しくなっています。したがって、変数のサイズは、このように変わっています。イント型が16ビットである前提で、イント 16t の代わりに使用している場合、ビット操作やデバイス操作などで問題が発生する可能性があります。また、コントローラ固有の変数定義が使用できなくなっています。例えば、IO ピンを直接操作するための DDRD やポート D などのレジスタ変数は定義されていません。複数の IO ピンをまとめて操作できる便利な変数ですが、ATmega328P でしか使用できません。SPI デバイスの動作クロックを分周比で定義する SPI クロックデブ2などの定数も定義されていません。これらの違いに注意すれば、I2C や SPI、UART の操作に違いはなく、Arduino UNO R3 のスケッチをそのまま使用することができます。私は基本的にライブラリを使用しない主義なので、それによる困難はありませんでしたが、対象機種を参照しているライブラリは Arduino UNO R4 に対応していないため、動作しない可能性があります。Arduino UNO R3 は今後も継続して販売される予定です。異なる系統のマイコンを同じ Arduino UNO の名称で販売するのは今後混乱を招く可能性があると感じます。ガジェットの製作においてマイコンチップだけを使用できるのは Arduino UNO R3 の利点です。そして Arduino UNO R4 の大容量のメモリーと高速な実行速度は魅力的です。なので入門教材としては両方買っておくと良いと思います。以上、簡単ですが、Arduino UNO R4 Minima の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。